アトリー大佐、近衛部隊所属ローウェル出頭いたしました。おお、君が明成エリス系ローウェル大尉か。名門ローウェル家出身の。なるほど、噂通りの特徴的な要望をしているな。ローウェル家といえば、つい最近大尉のマタイトコにあたる人物を正式に養子に迎えたと聞いたが、大尉はそのお披露目のパーティーには出席しなかったそうじゃないか。はい、あいにくと軍務がありましたので。君を呼んだのは、先日閣議で決定された外務大臣のシャティーラ公式訪問についてだ。知っているな。は、承知しております。シャティーラとの共同開発油田の採掘における懸案事項の話し合いと聞いております。その通りだ。大尉はフィエロン外相に同行して身辺警護に当たるよう近衛部隊の隊長から命令されているはずだが。は、警戒すべきは隣国ブルハーンのアラブ至上主義の過激派グループおよびシャティーラ国内の反体制組織であると。シャティーラの現国王ハマド3世は欧米諸国と友好的な関係を築いていらっしゃる。それに反感を持つ国外の過激派と国内の反体制組織が結託してハマド国王政権を倒そうという動きもあるようだ。そのように聞き及んでおります。この度の任務は我が陸軍部隊と合同で行うことになっている。ついては大尉にその特別編成隊を率いてもらいたい。了解しました。出発は1週間後。伝達事項は以上だ。下がってよろしい。は、失礼いたします。キャラ CD コレクション遠野春日原作サローの花嫁。私の名は明成エリス K ロウ。ここ東欧に位置するザビア共和国の国防省に籍を置き、国内外の VIP の護衛を務める近衛部隊に所属している。近衛部隊は上級士官学校を出た両家の子息のみで編成されており、陸海空軍の生粋の軍人たちからは中央省庁御用達のお飾り部隊などと侮蔑されているが、私の場合はそれに加えザビア政府や軍に強い影響力を持つ名門ローウェル家の人間であることと、配属と同時に大尉になったことで同じ近衛部隊内からも不満の声が上がっている。しかも見ろよ、ローウェル大尉だぜ。あの華奢な美人が軍人だなんて、いくらお飾りの近衛部隊でも行き過ぎだ。ま、声がでかいぞ。あの人はローウェル家の。構わないさ、どうせローウェル家でも厄介者扱いされてるんだろ。あの名家が異国の血の混じった子を跡取りになどするものか。だから先日わざわざ養子を取ったわけだ。頼みの綱のローウェル家からも見放されたとなると軍内部での立場も危うくなってくるんじゃないか。それにしても綺麗だよな。肌は真っ白だし、顔は整いすぎて人形みたいだし。興味本位の陰口も容姿についてとやかく言われるのもいつものことだ。今さら躍起になりはしない。私の居場所はここ軍だけなのだから。堂々と背筋を伸ばしていればいい。自分を強く保っていれば周りは気にならない。だがあのことだけは、いや大丈夫だ。おじい様やおばあ様にも気づかれていないのだし、誰にも知られるはずがない。このまま今まで通り生きていけば何の問題もない。あのことは気にしてはいけない。気にする必要もない。こちらはザビア共和国のフィエロン外相です。ようこそお越しくださいました。外交関係を一任されておりますイズディハール・ビンハマド・アルハスイーブです。イズディハール皇太子殿下ですな。お目にかかれて光栄です。この男がフィエロン外相、あまり感じの良くない男だ。
何か妙な胸騒ぎがするのは気のせいだろうか。長旅お疲れ様でした。どうぞこちらへ。車までご案内します。いずれにせよザビアとの駆け引きの幕はたった今切って落とされた。油田の採掘に関するザビア側の提案はあまりにも自国本位でシャティーラとしては到底承服しかねるが、だからといって開発を中断させるわけにはいかない。何としても双方が納得できるよう話をつけなければ。切り札も用意してあるし、ここからが外交手腕の見せ所だ。今宵は王宮で歓迎のパーティーを催す予定になっております。警備は万全ですし、よろしければご随行の皆様にもご参加いただければ幸いです。警備ならこちらの兵たちにもお申し付けください。それには及びません。護衛の方々も長旅でお疲れでしょうから、どうぞくつろいでいただけるようお伝えください。それではお言葉に甘えさせていただきましょうか。そういえば今回奥方はお連れにならなかったのですね。ん？いや、何？家内は体の弱い女性でしてな。何を動揺しているんだこの男。まるでこの国で何か起こるのを警戒しているような。本気で友好的な解決をする気があるのか。まったく。それはお気の毒なことです。それより殿下こそ、そろそろお妃様をお迎えになるご予定がおありなのではございませんか。あいにく今のところはまだ考えていません。それはまた。さぞかし殿下は国中の女性を落ち着かない気持ちにさせておられるのでしょうな。ああ、雨になりそうですね。降られる前にご宿泊先のホテルに入られた方がいいでしょう。車はすぐそこです。ありがとうございます。しかしその民族衣装はいつ見ても美しいものですな。夕刻までどうぞゆっくりおくつろぎください。それではまた後ほど。わざわざご丁寧に恐縮です、殿下。あの男、車の中で話を聞いても知識がまるで貧困だった。あれでよくも外相などが務まるものだ。ザビア政府の程度が低いということか。そういえば以前ハミードがザビアを動かしているのは旧態依然とした門閥の世襲議員たちで、とても民主制政治国家とは認められないなどと悪態をついていたが、あながち外れてもいないようだな。さて我々も。あの制服、指揮官か。髪を肩まで伸ばすのはザビアの近衛士官の伝統と聞く。それにしても美しい。品のある佇まいは近衛としては申し分ないが。殿下どうなさいましたか。あれは？ああ、近衛部隊所属のローウェル大尉です。今回の護衛隊の隊長を務められています。ローウェル大尉か。何か問題がございますか殿下。いや、そういうことではない。綺麗な男だな。細くて折れそうなほどに華奢で、制服を着ていなければ軍人とは思えない。仰せの通りでございます。ですがあの大尉はああ見えて剣と銃の腕前もなかなかのものらしく、見くびってかかると痛い目に遭わされると一部でささやかれているようです。ほう、それは頼もしいな。資料によると名は秋成となっております。秋成、ザビア人には珍しい名だな。確かローウェル家といえばザビアでも相当古い名家ではなかったか。はい、ただ生い立ちは少々複雑なようです。ローウェル家の一人娘だった母親と日本人男性との間に生まれていて、10年以上前に両親が相次いで亡くなったため、日本からザビアの祖父母のもとに引き取られています。ローウェル家は一度絶縁した娘を死をもって許し、
孫にあたる彼を引き取ったとか。ですが実際はほとんど家に寄りつかせず寄宿舎に押し込んでいたようですよ。そうか。すがすがしく毅然としているが辛い目に遭ってきたのだな。ローウェル対アキナリか。一目見ただけなのになぜか引きつけられる。お疲れ様です、ローウェル隊長。バイス注意、他の者は配置についたか。はっ、滞りありません。そうか。このところブルハーンの過激化グループが妙な動きをしているとの情報もある。最新の注意を払うように。はそれにしても今回の警護部隊は副官のバイス注意をはじめ下士官クラスは全て馴染みのない陸軍所属の者ばかりだ。正規軍の兵士の指揮をこの絵部隊の私にさせるとは、これもある種の嫌がらせか。まあ今に始まったことではないが。隊長。なんだ。今夜のパーティーには我々も出席するのでしょうか。そのように指示されている。皆にも式典用の清掃をして臨むように伝えておけ。はっ。イズディハール殿下、噂にたがわず気さくで思いやり深い人物のようだ。愛国心の強さも人一倍で、シャティーラのためであれば身を粉にして尽くすと聞く。それにあの強烈な存在感、写真で見るよりずっと魅力的な容貌だった。加えて堂々とした立ち居振る舞いと高貴なオーラ、こういった職務についていなければまるで縁がなかった人だ。はたからとはいえ拝見することができて本当によかった。それにしても我々にまでお気遣いいただく必要はないのに。正直華やかな社交の場は苦手だけれど、警護で気を張ってきた皆には良い息抜きになるだろう。それにイズディハール殿下のあの毅然とした美しい姿をもう一度拝見できるかもしれない。遠くからでも眺められれば十分なのだが。イズディハール皇太子殿下か。フィエロン外相は国王のハマド三世自らがお相手してくださっている。兵たちにもそれとなく周囲に気を配るよう伝達した。不審者が紛れ込んでいるということもなさそうだな。当然か、応急警備隊が厳重な警戒に当たっているのだし。これはこれは殿下。イズディハール殿下、あのすらりとした背格好と横顔は確かにそうだ。できれば前からお姿を拝見したい。おお。申し訳ありません。いやいや構わないよ。君はザビアの軍人さんだね。はい。シャティーラはどうかね。ああ、滞在中に時間があればぜひ遺跡などを見学するといい。はい、できればそうしたいと思います。殿下いなくなってしまった。このにぎわいでは仕方ないか。テラスから中庭に出られるのだな。一応確認しておくか。夕方降った雨で芝生が濡れているせいか中庭を散策している人はいないようだ。もう一度会場内を見て回るとしよう。イズディハール殿下、先ほど見かけた時とはお衣装が違う。では
あの方は別人だったのか。いけない、私としたことがついぼーっとして俺の顔がそんなに珍しいか、大尉。とんでもございません、大変ご無礼つかまつりました。どうかお許しくださいませ。大尉、俺は不愉快だと咎めているわけではない。大尉の気を引けたのなら光栄だという意味で言ったのだ。え？庭に降りないか、大尉。あ、はい、私でよろしければお供させていただきますそうかしこまるな。俺は君が敵でない限り君を取って悔いはしない。はい。緊張する。なぜ殿下は私などに声をかけられたのだろう。実は俺もああいう気ぜわしい場はあまり好きではない。どうやら君もそのようだったので誘った。はい。殿下を一目見ようと探していたが、殿下はいつから私をご覧になっていたのだろう。ザビアには君のような美しい軍人がいるのだな。新鮮な驚きだ。あの細い指だ。その手で剣や銃をどう扱うのかぜひ見せてもらいたい。大したことはありません。特に剣に関しては主演の余興にもならないくらいのお粗末さです。ならば帰ってちょうどいい。これから一つあの東屋で俺と余興に手合わせしてくれないか。無理です、私は今剣を持っておりません。訓練用の剣で良いならここにちょうど2本用意してあるが嫌か、大尉。まさか最初からそのつもりで私に声を。ならばせっかくの機会だ。殿下にどこまで食らいつけるかわからないが、ここは一つ胸をお借りするつもりでお手合わせ願おう。かしこまりました。その構え、やはり噂通り相当な腕前のようだな、大尉。お試しくださいませ、殿下。強い。動きが速くて衝撃が重い。その上狙いが正確だ。受け流すのが精一杯でなかなか攻め込めない。こちらが勝っているのは身の軽さだけか。しまった、バランスが、剣を避けきれない。俺の負けだ。大尉、大丈夫か。申し訳ありません、大丈夫です。悪かった、君があまりにも見事な防御をするものだからついムキになってやりすぎた。そこのベンチに座って休もう。さあ。すみません。評判にたがわぬ使い手だな。品縮を買うのを承知で強引に誘って正解だった。殿下こそ素晴らしい剣さばきで、私は最後まで徹底して押されておりました。この勝負、実際には私の負けでございます。殿下が私をお気遣いくださって剣をお止めにならなければ、間違いなくお勝ちになっていたことと存じますいや、勝敗に申しもはない。なんて明快で公正な方だ。高貴なご身分なのに自負だけでなく謙虚さも併せ持っていらっしゃる。また次に機会があれば、今度は遠慮せぬ。心に留めておいてくれ。はい、喜んで。どうやら石油開発プロジェクトは再開のめどがついたようだな。取材の記者か。
ああ、もともとザビア側が要求の一部を引っ込めなければ決着がつかない案件だったんだ。ついにザビアはそれを飲んだらしいが、その上でのフィエロン外相のあの笑顔だ。記者会見で見ただろ。イズリハール殿下が何か切り札を出したんだな。ザビア側が譲歩せざるを得ない何かだろう。皇太子殿下の外交手腕は大したもんだよ。今回の会談も殿下の舵取りがなければ成功しなかっただろう。これからフィエロン外相と開発途中の油田を見学に行かれるそうだ。会談は滞りなく終了した。予定通り明日の午後にはザビアに帰国し、私もやっと気の重い任務から解かれる。なのにこの寂しさは、イズディハール殿下か。バカなことだ。小一時間ほど一緒に過ごしたからといって、あの方は高貴なお方、私などが対等に関われる立場ではない。それは分かっているけれど、どんな方なのかもっと知りたい。どうしてこうまで引きつけられるのか。男らしく整った顔も、しなやかな筋肉に覆われた美しい体つきも、勇猛果敢で弱者にも優しい気質も、全てが私にとって憧れの対象だからなのか。ただだ、あそこがうずく。殿下と会って心だけでなく体まで変化しようとしているのか。こんなことは生まれて初めてだ。今までその存在さえ忘れるほど何も起こらなかったのに。あの方に何も期待してはならない。それだけは確かだ。国に帰ればきっと身も心も落ち着いて元の自分に戻れるはずだ。お疲れ様です、隊長。ダン軍曹、バイス中尉とブルック軍曹はどうした？ここで待機するよう命じたはずだが。先ほど司令本部から匿名が入り、ここは任せるとおっしゃって二人で出て行かれました。私に無断でか？勝手なことを。どこに行ったのだ？申し訳ありません、自分には分かりかねます。バイス中尉、ブルック軍曹、応答せよ。こちらはローウェル大尉である。どういうことだ？二人はなぜ無線を切っている？分かりかねます。あ、ですが伝言を置いていくと。伝言？どこだ？机の上です。なぜそれを先に言わない？お尋ねにならなかったもので。今宵7時、今時の遺跡にて匿名の件で極秘にご説明申し上げたし、当司令は国防省正規軍総司令部からの厳命であるとご承知おきくださるようにか。極秘というからには一人で来いということか。だが隊長の私を飛ばして副官に伝達する匿名とは一体どういう内容だ？この絵部隊のローウェル隊ですが、アトリー大佐をお願いします。どうも気に入らないことばかりだ。私がお飾りの隊長だと思われているのは知っている。だから部下全員が反抗的なのは仕方のないことだと割り切っていた。だがそれだけではなく、私の知らないところで何か不穏な事態が起きている気がしてならない。もしもし、アトリー大佐。少佐ですか？失礼いたしました。はい、会議中。至急確認させていただきたい重要事項がございますので、お呼び出しいただけないでしょうか？では少佐は先ほどこちらに入りました匿名について詳細をご存じありませんでしょうか？あ、いえ、後でとおっしゃられましても。あ、もしもし、もしもし。仕方ない、伝言通りにするしかなさそうだな。7時まであと3時間ほどか。どちらへ行かれるのですか？
私が君に答える必要はない。申し訳ない。こちらこそ。頭を黒いヒジャブで覆っているシャティーラの女性か。しかしなぜ兵士しかいないはずのこのフロアに階を間違えたのか。それより急いで根性へ行くための車の手配をしなければ。人気もなく真っ暗だ。注意はまだ来てないのか。一体こんな遺跡でどんな話をするというのだろう。だが注意が直接司令部から密命を受けていたのだとすると、今回の任務での違和感も納得できる。本来の目的はバイス注意に託され、私はカムフラージュ役の隊長だったというわけだ。隊員の私が注意の隠れ蓑にされるとは情けない話だな。異議を申し立てたところで、扱いが気に入らなければいつでも除隊しろと言われるだけだろう。私には他に行くところなどない。どれほど屈辱的で理不尽な目に遭わされようと、生きていくためには軍にとどまるしかない。おかしいな。7時を過ぎた。時間厳守は軍の鉄則だ。遅れるなどありえない。何か非常事態でも起きたのだとしたら。車を降りて様子を見てみるか。何？爆発？火の手が上がっている。あれはブルハーンとの国境付近だ。一体何が？シャティーラとブルハーンは前から仲が悪い。我が国が仲介役を務めてきたが、油田開発が滞ったことで近年ブルハーン寄りになっているのは否めない。もしこれがブルハーンの過激派組織によるものだとしたら、何故ザビアの外相が滞在中にわざわざことを起こしたのだろう。そうだ、双眼鏡が。バイス注意が来ないのもあの爆発と何か関係があるのだろうか。わかった、これから王宮に帰る。先ほどの爆発の件ですかな。はい、ブルハーンとの国境近くにある陸軍第7駐屯地に爆弾を積んだトラックが突っ込んだそうです。なんとブルハーンの過激派組織の仕業ですか。まだ分かりません。軍務担当の弟が情報収集に当たっておりますが、付近の市街地も同時に攻撃を受けたようで、今は市民の避難を優先させています。ここ2、3日の悪い予感はこのことだったのか。もし矜持が起こるなら、てっきり油田採掘関連のことだと思っていたが、どうもしっくりこない。我々は予定通り明日立てますかな。ご心配なく。あいにく私はお見送りできそうにありませんが、皆様のご出立は最優先事項として関係各所に申し付けておきます。そうですか。いや、助かりますよ殿下。安堵いたしました。当然のことです。この男はどうも虫がつかない。むしろさっさと帰ってもらいたいところだ。しかしそれは彼も秋成も帰国してしまうということ。最後に一目だけでも顔を合わせたいと思っていたが、明日は空港まで行く余裕がなさそうだ。凛と澄んだ声、どこか寂しそうで儚げな美貌。誰かに対してこんなに気持ちをかき乱されるのは初めてだ。分かっている。俺はこの国の王子だからこそ秋成と出会うことができた。だが王子であるからこそもう簡単に接触することはできない。
もっと自由に行動できる身だったら迷わず彼のもとへ行き、君に興味があると訴えていただろうか。はい。ああ、ハミードか。構わない、話してくれ。いずれにしろ今は緊急事態だ。個人的な干渉に浸っている場合ではない。イズディハール殿下、お待ちしておりました。状況は？ザーランド陸軍大将。はい、つい先ほど爆発したトラックを運転していた男の遺体を回収しました。ただいま身元を紹介しておりますが、ブルハーンの過激派組織マスードのメンバーであることは間違いありません。腕にメンバーの証である入れ墨が認められました。マスード、聞き慣れない組織だが。ハミード。はい、兄上。いえ、殿下。マスードはここ 1,2 年の間に存在が噂され出した信仰の組織です。目的のためには手段を選ばない危険な思想を持つ要注意組織という認識はありましたが、活動資金も武器を手に入れるルートも確保しておらず、こんな大掛かりなことができるとは予測されていなかったグループです。ということは裏で誰かがマスードに手を貸しているかもしれないわけだな。そう考えるのが妥当でしょう。私も同意見です。失礼いたします。ただいま諜報部から新たな情報が入ってまいりました。すぐ皆にも回せ。は。殿下どうぞ。やはりマスードに武器を提供し煽った輩がいたようですね。マスードは昨晩の一度の攻撃で引くと思うか、ハミード。いいえ、思いません。これだけ大掛かりな武装をしているからには次も計画していると見るのが妥当でしょう。一体どういうことなんだ。駐車場で殴り倒された後、気がついたら武器や無線などの装備を一切奪われ、手を縛られて昆虫遺跡の深部に転がされていた。どうにか縄を切って逃げ出し、ホテルまでタクシーで帰ってきたが、私が突然姿を消してザビアの一行はどうしているだろう。とにかく連絡を取らなければ。シャティーラの陸軍兵、後ろも囲まれた。一体何事ですか。ザビア軍近衛部隊対アキナリ・ローウェル殿だな。そうです。昨晩起きた爆破テロについて 2,3 お聞きしたいことがある。速やかに我々とご同行願いたい。やはり爆破テロだったのですか、あれは。とにかく軍務統括本部までご同行願おう。どう見ても友好的な雰囲気とは言えない。何かとんでもない誤解をされているのだろうか。入れ。薄暗くて陰気な部屋、取り調べ室というわけか。入るぞ。イズディハール殿下。いや違う。ほう、伊達に大尉の位についているわけではなさそうだな。初対面の俺を話もしないうちから皇太子殿下と見分けられるとは大したものだ。声も姿も殿下にそっくりだ。一体この人は。申し遅れたな。俺はハミードだ。皇太子殿下からすれば双子の弟になる。失礼いたしました、ハミード殿下。なるほど。大尉は顔に似合わず豪胆で何事にも臆さない性格らしい。これなら確かに大それたことを企てても不思議はないかもしれないな。それはどういう意味でしょうか。まあ座らないか。
お前たちはもう行っていい。そこの二人は残れ。これほどまでにイズディハール殿下とそっくりなのに、醸し出す雰囲気はまるで違う。俺の顔はそんなに兄と似ているか。申し訳ありません。よくあることだ。国内の人間でも俺が皇太子殿下と同じ顔をしていると知っているのは一握りだ。メディアに顔を出すのは陛下と皇太子殿下に限られているからな。おかげで俺もいろいろと助かっている。義務の一つとはいえ、公に顔と私生活の一部をさらさねばならない殿下には正直同情するね。俺は昔から影に徹するのが性に合っている。一昨日の晩、パーティーでお見かけした気がするのですが。まあ、よくわかったな。義理で会わねばならぬ相手が何人か出席していたので、30分ほど会場にいた。やはりそうだったのか。私がイズディハール殿下だと思った人はこのハミード殿下だったんだ。世間話はこの辺で終わりにして、昨晩のことを話してもらおうか。その前に、私はどんな疑いをかけられて殿下のお手を煩わせているのかお教え願えませんか。何も知らぬ顔をするのが得意だな、隊員。いいだろう。その方が隊員も諦めがつき、無駄な抵抗をやめて素直に全部吐く気になるかもしれないからな。昨晩起きたテロがブルハーンの過激化進行組織マスウードの仕業であることはすでに裏が取れている。どうやら半年ほど前からマスウードを陰から支援し武器などを供給している輩がいたらしい。今回の一件でその正体が少し見えてきた。驚いたよ、タイ。ザビアは何食わぬ顔をして我々を裏切っていたようだな。知りません。そんな初耳です。何かの間違いではありませんか。我が国の仕業と思われる根拠はどこにあるのですか。つい3時間前、爆破テロのあった付近のマスードが構えていたアジトを突き止め直ちに捜索した。あいにく踏み込んだ際中はもぬけの殻だったが、慌てて逃げたためか武器や弾薬が一部残されたままになっていた。それらの製造元から販売経路が特定され、ザビア軍が一枚噛んでいる疑いが濃厚になったわけだ。まさか。どうやら根底にあるのは石油採掘問題に対する強烈な不満のようだな。形勢が悪くなりつつあるとわかるや早速報復の準備を始めるとは利己主義にも程がある。表面上は我が国とブルハーンどちらに対しても中立であるかのごとく装いながら、内実はブルハーン政府と結託し新興過激化グループを利用してテロ計画を実現させた。なかなかよくできたシナリオではないか。あと数時間早くアジトを調べられていたら、ミスミスフィエロン外相を帰国させはしなかったものを。フィエロン外相たちは予定通り帰国したんだ。どうやら私は一人置いていかれたらしい。一晩中連絡がつかなかった上、こんな緊急事態が起きたので仕方なかったのかもしれないが、それにしても無情だ。しかしマスードが昨晩テロを起こしたのにはザビアも仰天しただろう。一歩間違って嫌疑をかけられれば出国できなくなるやもしれなかったのだからな。だが我々も完全に運に見放されたわけではなかったようだ。何の手違いか、こうして大尉が一人居残ってくれている。感謝すべきだな。大尉に聞けば我々の知りたいことをもっと詳しく教えてもらえるわけだ。私は何も知りません。昨夜コンジの遺跡で暴漢に襲われ、手を縛られた状態で遺跡に放置されていたのです。気がついたらもう日が高くなっていた。私にも何が何だか分からず、とりあえずこうしてここに戻ってきた次第です。あそこは夜間に行ったところで何も見るものもない寂しい場所だ。そんなところに何をしに行ったというのだ。呼び出されたのです。誰に。それは大
俺は誰にと聞いているのだ。もしシャティーラの得ている情報が誤りでザビアは何の関係もないのだとすれば、軍の機密に触れるかもしれないことを漏らすわけにはいかない。それこそ今度はザビアに裏切り者と糾弾され居場所をなくしてしまう。言えないのか。やはりな。本当は大尉は我々ばかりか、ザビア側も陥れるため密かにマスウドと結託し昨晩のテロを起こさせたのではないか。ありえません、そんなこと。憶測で物を言うにも程がある。なぜ私がそんな真似をしなければならないのですか。どうかな。少し調べさせてもらったが、タイは生粋のザビア人ではなく随分複雑な育ちのようだ。唯一の血縁にあたる祖父母には世間体を守るためだけに引き取られ、実質放置されていた上、かねてより内々で画策されていた通り、後継ぎの座も当園の男に持っていかれた。上級士官学校優秀な成績で出て、いきなり大尉として着任した近衛部隊では周囲とギクシャクしてうまくいってない。大尉が何もかも嫌になり、ザビアに意趣返しの一つもしてやりたくなったとしても俺は驚かない。違う、違います。こう考えれば全ての辻褄が合う。夜中に抜け出してマスウドの連中と合流し、テロが実行されるのを見届ける。アジトに入手ルートがたやすく割れるような武器をわざと置き去りにさせたのは、後々ザビアに疑いの目を向けさせるためだ。そして大尉はそしらぬ顔をしてタイに戻り、本日正午一行と共に帰国するはずだった。だがここで予想外の出来事が起きた。マスウドが大尉を完全には信用せず、保険のつもりで大尉を殴り倒し足止めしたことだ。いざとなれば大尉に責任をなすりつけられる。おかげで大尉は帰国し損ねた。ザビアも行方が知れなくなっている大尉に気づいていながら、何も問題はないふりをして特別チャーター機を離陸させたのだから恐れいる。テロが大尉の仕業ではないかと感づいたのだろうな。言いがかりです殿下。なら真実を大尉の口から告白してみろ。ですから、先ほどから説明している通り、私は今時の遺跡にいて、爆発があったのも遺跡の立つ丘の上から見たのです。ここまで疑われているのなら真実をお話しします。実は本国からの匿名ということで遺跡に呼び出されたのです。そして暴漢に襲われた。それ以上のことは何もありません。大尉も案外往生際の悪い男だな。俺は失望したぞ。違います。なぜ私の言うことをきちんと聞いてくださらないのですか。私は工場な。彼にもかつての友好国の軍人だと恩情をかけ、人道的な扱いをしてやったつもりだが、どうやら大尉には手ぬるかったようだな。殿下。おい、大尉を立たせろ。は。少し懲らしめてやれ。したの。やめてください、無駄です。殿下。最初は服の上から優しくやってやれ、少尉。は。全て素直に吐く気になったらすぐに話してやる。今のは本能わさびだ。次は直接肌に受けて威力のほどを試すか。本当に私は何も。どこまで大尉が強情を張り通すのか、この際見届けてやろう。皇太子殿下、一体何事でございますか。ハミードはどこだ。こちらに来ているはずだ。はあ、ただいまご所在を確認いたしましてお呼びいたします。いや、いい、私が行く。どこだ、今すぐ案内しろ、すぐだ。はあ、ですが。失礼いたします。差し支えなければ私が皇太子殿下をご案内申し上げます。頼む、下級の用向きだ。は。一人だけ出国せずに行方知れずになっていたザビア人を軍が連行したという報告を受けたが、それが明成だったとは。地下か、ならば階段で行く。はっ。てっきり帰国したとばかり思っていたのに、
ハミードは普段なら心根の優しい男だが、今回の件ではあまりの卑劣さに激しく憤っている。ともすれば無体な尋問を仕掛けるかもしれない。だが明成は違う。彼は決してテロリストと手を組むような真似をする人間ではない。見送りを怠ったことをこれほど後悔することになるとは。こちらです。ハミード、何をしている。ニューウェアキナリ、大丈夫か。ハミード、今はこんな野蛮な取り調べは禁止されているはずだ。そうだろう。ええ、そうです。建前としては。何が建前だ。いくらお前でもそんな勝手な言い分は許さないぞ。殿下、一体どうなされました。何かそのローウェル大尉に含みでもあるのですか。別に含みなどない。私は大尉をお前よりいくらかよく知っている。一昨日のパーティーでしばらく一緒だったのだ。大尉は決して祖国を裏切ったり友好国を騙して他人を傷つける行為に加担するような男ではない。今は私の体感でしかないが、間違っていない自信がある。でっか。お気持ちはなんとなく察しますが、殿下はお甘い。とにかく兵士たちを下がらせろ。それは皇太子殿下としての正式なご命令ですか。無論その通りだ。了解しました。外せ。はっ。兄上、何を血迷われているのです。大丈夫か、秋成。はい。この手首の擦り傷はどうしたのだ。縛られていた跡だな。その傷は昨晩今時の遺跡で何者かに襲われ拉致された時についたものだそうですよ。大尉の言葉を鵜呑みにするならばですが。ハミード、いい加減にしろ。立てるか、秋成。とりあえず椅子にかけるといい。すみません。ハミード、大尉の発言の裏は取ったのか。いいえ、必要ないでしょう。らしくないぞ。大尉が昨夜根樹にいたことを裏付ける証拠がないか徹底して探すんだ。忙しくて軍は動かせないというのなら警察に要請して捜索させれば済む。軍も警察も治安維持に関する最終的な権限は全てお前が預かっているはずだ。しかしですね、兄上、あそこは夜間は人気が絶える。大尉を見た者など出てくるはずがない。トロに終わるのは明らかです。いいから調べろ。それまでは大尉に指一本触れさせないぞ。いいでしょう。殿下がそこまでおっしゃるのなら聞かぬわけには参りません。恩に切る。明成。気を失ったか。体が熱い。精神的にも肉体的にも限界だったのだな。異国にたった一人で取り残された上、あらぬ嫌疑をかけられ拷問までされて、どれほど辛かったことだろう。かわいそうに。ハミード、大尉は俺が預かる。ご冗談を。いかに兄上が皇太子殿下であらせられても、疑いの晴れない捕虜を個人的に手元に置くなど許されるはずがないでしょう。万一大尉が有罪だと証明されたなら、兄上は国民に対する重大な背信行為を犯したことになりますよ。ああ、もちろんそれは承知の上だ。だが何度も言うように、俺は大尉を信じている。信じている。恋に目がくらんでいるの間違いではないのですか。まさか俺が恋など。しかも同性に。めったにお目にかかれない美貌がお堅い兄上の心をも揺さぶりましたか。ま、無理もありません。大尉の並外れた美しさと何とも言い難い色化には俺も惑わされそうだ。違う、ハミード、俺をからかうな。
人が悪いにも程があるぞ。そうですか。でしたら大尉のことは放っておかれるのが良いでしょう。身の破滅と引き換えに情けをかけるには兄上のお気持ちはあまりにも中途半端すぎる。弟として大切な兄上がそのように道を踏み外されかけるのを黙って見ているわけにはいきません。俺が大尉を己のものにしたいから預かりたいと言えばお前は委ねてくれるのか。まだ俺も兄上に協力して差し上げる気になります。わかった。ではそういうことだ。おそらくだが俺は大尉、いや秋成を好きなのだろう。けれど恋に目がくらんだから秋成をかばっているのではない。彼は無実だと確信しているからだ。いいでしょう。兄上がそこまでおっしゃるのなら俺の権限と責任において大尉を兄上にお預けいたします。ただし。なんだ。今この場で大尉の体を調べさせていただきます。捕虜を軍の拘置所に入れるときに普通に行っていることで何も特別な恥ずかしめではありません。ああ、疑いは少しでも晴らしてやった方が秋成のためにもいいだろう。それから兄上の元での自由を認める代わりに大尉の体に発信機をつけさせていただきます。それは必要ない。いいえ、必要です。これは譲れません。最新式の見た目も普通のピアスと変わらない綺麗な発信機がありますよ。大尉にはそれがふさわしいでしょう。どこにつけるつもりだ。せっかくだから心臓の上がいいでしょう。今軍医を呼びます。待て、俺が見る。俺に医学の心得があることはお前も承知しているはずだ。わかりました。それでは器具だけ持ってこさせます。秋成、許してくれ。気を失っていてよかったのかもしれない。意識のないうちに全て終わらせてやれる。手袋です。どうぞ。華奢な腰ですね。これでよく軍人が務まるものだ。いずれにせよどうせもういろいろと経験済みでしょう。中等教育の頃からずっと男ばかりの寄宿舎にいたのですからね。静かにしないか。気づく前に終わらせてやりたい。どこにも何も忍ばせていないことをその目で確認しろ。分かっています。これは犯人用だったのか。大尉は道理で男性器と女性器を合わせ持つ類稀な犯人用。秋成の身にまといついていた孤独感はこの秘密を暴かれることをずっと恐れ続けてきたためだったのかもしれない。天蓋付きのベッド、どこだここは。私は一体。秋成。殿下。気がついたか、具合は。はい。体のあちこちに違和感が。左胸は何かで貫かれていてズキズキ痛むし、下半身にはこじ開けられたような鈍い痛みがある。ひどく痛むか。大丈夫です。左の胸が少し。俺の屋敷に連れてくるために
いろいろと処置しなければならなかった。許してくれ。はい。捕虜ならば体を調べられるのは当然だ。この下腹部の鈍い痛み、多分体の秘密は知られてしまったのだろう。ピアスも検査も全て俺の手で行った。恨んでくれていい？いいえ。軍に連行されて尋問を受けている時からいずれ知られると覚悟していました。さぞや怖かっただろう。君は秘密を暴かれたくなくてずっと周囲を気にし恐れながら生きてきたのではないのか。それなのに少しも君の力になってやれず、俺は自分の不甲斐なさを腹立たしく感じている。いいえ、そんなことは。私はむしろご自分のお立場を危うくされてまで優遇していただいたこと深く感謝しています。少し遅くはなったが、こうして君を俺の手元に置くことができて安堵している。本当にどうもありがとうございます。礼を言うのは俺の方だ。秋成、俺は不謹慎ながら一つだけ喜んでいることがある。え？君との縁がこうして再びつながったことだ。ではまた剣のお手合わせをしていただけますか？ああ、今度は負けないから覚悟しておけ。はい。秋成、額に触ってもいいか？熱を見たい。はい。まだ高いな。だがもう心配ない。君は俺が守る。いずれハミードたちが君の無実の証拠を掴んでくるだろう。それまで多少不自由をかけるとは思うが、ここにいろ。はい。ですが殿下はなぜ私にここまでしてくださるのですか？君が気になるからだ。パーティーの夜以降、俺はふとした拍子に君のことばかり考えている。おそらく君が女だったならことはもう少し単純明快だったのかもしれない。私は殿下もご承知の通りの体ですが、物心ついた時からずっと男として生きてきました。今後も多分男としてしか生きられません。そうか。無論そうだろう。君は何も無理する必要はない。疑いが晴れて自由の身になった時には俺に気兼ねすることなく好きな場所に行け。もちろん帰国のための便宜も図ろう。はい。それより秋成、今日一日ほとんど何も口にしていないのではないか？消化に良いものを運んでこさせるから、食事の後もう一眠りするがいい。お呼びでしょうか、殿下？ここにいる間君の世話は彼女がする。足りないものや困ったことがあれば彼女に頼むがいい。ズフラと申します。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。ズフラ、秋成にスープか何か持ってきてくれ。かしこまりました。すぐに。彼女、前にもどこかで会ったような気がする。どこでだっただろう。秋成、今のうちに胸の傷を見させてくれ。いえ、平気ですので。いいから見せろ。はい。少々痛むかもしれないが我慢してくれ。はい。純金にルビーを模したビーズがついたリング、これは発信機か？さっき抗生剤入りの軟膏を塗っておいたのでじきに腫れは引くと思うが、あまり痛むようなら鎮痛剤を飲むか？いえ、大丈夫です。痩せ我慢してないだろうな。いえ。
とりあえず何か胃に入れなくては薬も飲ませられない。いろいろと本当にありがとうございます。俺は大したことはしていない。それより目を閉じろ。怖がるな。こんなキスは初めてなのか。キス自体が初めてで。もう少しだけしてもいいか。はい。嫌だ、嫌です。もうこれ以上。あきなり。悪かった。すみません。お休みのキスにしては激しくしすぎたな。許せ。ズフラ、こちらに。はい。いつからいたんだろう。殿下とのキス見られていたのか。ズフラのことは気にするな。スープを食べて薬を飲んだらゆっくり休め。アキナリ、もしよかったら俺が食べさせてやろうか。いえ、一人で大丈夫です。そうか、それは残念だ。殿下にキスをされて信じられないくらい気持ちよかったけれど、そう感じた途端あの部分が潤んでくるのが分かって怖くなり、思わず殿下を押し戻してしまった。女性の体というものはこんな風になるものなのか。殿下とお会いしてから私の体は一体どうなってしまったんだろう。体位もだいぶ元気になったようですね。そうだな。屋敷での生活にも慣れてくつろいできた風に見える。昨日はお二人で庭を散歩でしたか。今日の午前中は何をなさっていらしたのですか。バックギャモンだ。アキナリはなかなか頭の回転が早い。様々に戦略を練って攻略してきた。昔お前と一緒に遊んだ時と同じ手応えを感じる。それほどお気に召したのならいっそ手術を進めて女性になってもらい、側室としてお手元に置かれればいい。その方が大尉にとっても幸せかもしれませんよ。俺はアキナリを女性として見たことはない。側室になどする気はない。そうですか。それより新事実が出てきたというのは。はい、まず朗報があります。今時の遺跡を捜索させたところ、大尉が言っていた通り草むらで双眼鏡が見つかりました。ザビア軍で使用されているものに間違いありません。それから市街地に置き去りにされていたジープですが、遺跡の駐車場にわずかに残っていたタイヤ痕と一致しました。つまりアキナリの言ったことは事実だと証明されたわけだな。少なくとも大尉は一旦は今時の遺跡に行った可能性が高いことが分かったというだけです。それからこちらは大尉に不利な報告です。ザビア側は大尉が個人的にマスードと結託していた証拠物件を掴んだと知らせてきました。大尉の部屋から武器を流した際の取引書類が発見されたとか。明日にもこちらに送られてきますが、いずれも大尉の署名があるそうです。偽造の可能性は。調べてみないことには何とも。俺には今回の件が少しずつ読めてきたぞ。事の発端はマスードの勝手な先走りだったのだろう。おそらく組織内の統制が取りづらくなっているのだ。つまりあの襲撃は業を煮やした超高派の連中が手ぬるい穏健派連中を出し抜き突発的に行ったものだと。ああ、
秋成はこの一件とは関係なく、軍内部の圧力や政界に多大な影響力を持つというローウェル家の事情から陰湿ないじめにあっただけではないのか。遺跡に呼び出されて殴り倒されたのが偶然マスードの起こした事件と重なったと。ありえないことではないはずだ。今回の護衛隊の任はそもそもが秋成を陥れるために仕組まれたものだった。仕組んだのは軍部とローウェル家だ。目的は秋成をシャティーラ国内に足止めすること。仮に秋成が戻ってきたとしても、軍は秋成の言い分を無視し勝手な行動で規律を乱したとして除隊できる。ローウェル家はそれを理由に世間体を保ちつつ秋成を絶縁できるわけだ。確かに一つの味方としては成り立ちます。ザビア内部にマスードへ武器を横流ししていた人間がいたのは事実だ。もしかすると国そのものが関わっていた可能性も大きい。ザビア側は今度の石油採掘権問題に相当不満を抱いていたから、配色が濃くなった時点で本格的に異種返ししようと企てたのだとしても不思議はない。だが外相一行がシャティーラにいるうちにテロを起こさせるとは考えにくい。第一報を受けた時俺はフィエロンと一緒だったが、彼は本気で驚いていたようだった。とすればテロはマスードが独断で行ったと見るのが妥当だろう。外相たちは急な襲撃に度肝を抜かれ、なんとか予定通り帰国したものの、ザビアが関わっていることが早々に知られてしまったため、慌ててたまたま置いてきた秋成に全ての罪を着せようとしたのではないか。そうですね。ですが大尉個人のザビアに対する報復説はまだ完全に覆ったわけではありません。直接大尉を見たという目撃情報もありませんし、ザビア軍は大尉の申し立てを全面否定しています。匿名などなかった。誰も大尉に遺跡に行くよう指示していない。全ては大尉の虚偽だと。ハミード、俺は決定的な証拠が出ない限り秋成を渡さないぞ。分かっております。俺も大尉に無実の罪を着せるつもりは毛頭ありませんからね。ただなんだ。これでもし大尉が有罪と分かった暁には兄上はどうなさるおつもりなのか、弟としては正直心配です。考えもしていない。大きなお世話と叱られるのを承知で言わせてもらえば、兄上は万一の場合に備えある程度のご決心をされておくべきだ。ハミード、何度も言うように俺は秋成を信じている。だがもし秋成が爆破事件に関わっていたと疑いようもなく明らかにされたら、その時は必ず当局に従い秋成を引き渡す。そしてきちんと罪を償わせる。その間俺は何年でも待つ。どうやら重傷のようですね。大尉が恨めしいな。俺の大事な兄上をこんなにも惑わせるとはね。一体あの不思議な体のどこにこうまで兄上を虜にする魅力があるのか、一度秘密を暴いてみたくなりますよ。ハミード、冗談も過ぎれば無粋だぞ。もちろん心得ております。これまでどんな女性にも興味を示されなかった兄上が初めて欲された相手だ。できれば潔白が証明され兄上のお心が安くあられるように願っておりますよ。俺はお前の公正さと情け深さを信じ頼りにしている。最大限に力を尽くします。
秋成様、どちらへ？ちょっと庭を散歩してきます。でしたらお帽子を。日差しが強いですから。ありがとう、行ってきます。イズディハール殿下に身柄を保護されて1週間。マスードやテロのことなどいろいろと分かってきているはずだが、殿下は私に何も教えようとはしてくれない。ただ大丈夫だ、心配する必要はないとだけ言い、時間が空いた時はいつも私のそばにいてくれる。そして夜は必ず胸のピアスの消毒とお休みの口づけを欠かさない。ピアスをつけた部分の腫れと熱はすっかり引いていた。けれど困るのは、殿下に胸を触られるたび信じられないほどに感じてしまうことだ。夜ごとの口づけも濃厚で、私は何も考えられなくなる。そしてザビアにいた頃には一度も意識しなかった場所がその度に潤んでくるのを感じる。殿下に大事にされ甘やかされる生活は私の心を弱くしてしまう。以前は何をするのも一人で、そのことを特に何とも思わなかったのに、今は殿下がそばにいないというだけで寂しく物足りなさを感じる。身の潔白が証明されれば、いずれここでの生活は終わりを告げザビアへと戻ることになる。戻っても今までの地位や待遇は期待するべくもなく、より厳しい現実が待っているはずだ。こんな些細なことで寂しさを感じるようでは、この先生きづらくなるばかりだというのに。さすがに暑いな、木陰で少し休もう。涼しい。ハミード殿下。女官に、タイは庭にいると聞いて探し歩いた。隣いいか？はい、もちろんです。お手数をおかけして申し訳ありません。一体私にどんな用件だろう。そう俺を怖がらなくても良さそうなものだ。確かに少々手荒な真似はしたが、それももう兄上に十分すぎるほど可愛がられて癒されているはずだろ。ご用向きをお聞かせ願いますか。大尉もなかなか気が強いな。大尉にとって悪くない知らせが二つある。一つは爆破が起きた翌日、大尉が遺跡から出てきたところを目撃したという人物が現れたことだ。しかもそれがたまたま遺跡を取りに来ていたプロのカメラマンで、大尉を見て思わずシャッターを押したらしい。写真を確認した結果、間違いないと分かった。取り調べで大尉が言ったことが事実だと判明したわけだ。そうですか、ありがとうございます。もう一つは、昨日ブルハーン国内で身柄を拘束されたマスードのメンバーの一人が、武器供給に関わっていたザビア側の男は大尉とは似ても似つかぬ特徴の人物だったと証言したことだ。彼によると、その人物はもっと軍人然とした横柄な態度の男だったそうだ。大尉の写真を見せても反応しなかった。これで大尉の容疑はほぼ晴れたことになる。はい。どうした、嬉しくないのか大尉。いえ、そういうわけでは。無理もないか。ザビア軍は今回の一件は全て大尉が勝手にやったものだとして除隊扱いにした上、処分は全てこちらに任せると言ってきた。先ほど大尉に話した新事実については昨晩のうちに伝えてあるが、向こうからの正式なコメントはまだ出ていない。おそらく認めないだろうな。大尉に仲間がいて、その人物が軍の名を語ったのだとして片付けようとするだろう。
そうすると私はどうなるのでしょう。我々は徹底して真実を探すだけだ。大尉に仲間がいるという説ももちろん検討する。大尉にかけられていた疑惑は一旦白紙に戻ったが、今後また新たな事実が出てくれば再び逮捕拘留することになる。残念だが出国の許可は当分下りないと諦めてもらうしかないな。真犯人が割れるまでおとなしくここにいることだ。兄上の関心が大尉に向けられている限り、ここが大尉にとって最も居心地のいい場所のはずだからな。ハミード殿下がイズディハール殿下を頼りにしろなどと言うとは。ついでに教えておくと、ローウェル家も君を放逐したぞ。優しいのか意地悪なのかよくわからない人だ。憎まれているようでいて少しは同情されているのだろうか。そういえば胸の飾りはどんな具合になった？本を読みながら眠ってしまったのか。アキナリ、もっと気をつけてやればよかった。様子を見計らって話そうと思っていたのに、まさかハミードがアキナリに会って先に状況を伝えるとは。おまけにひどい仕打ちまで受けてどれほど傷ついたことか。なんてことを。弁解する気はありませんが、俺は心の底から意外でした。失礼ながら大尉はてっきり兄上のものになっているのだと信じて疑っておりませんでしたので。アキナリは男だ。本人がそのつもりでいるのになぜ抱ける。俺の見る限り大尉も兄上をまんざらでなく思っているようですが、品のない言葉でからかった時、大尉は首筋まで赤くなって困惑していました。兄上のことを何とも思っていないのなら堅固に顔をしかめてもいいはずのところでです。あんな色っぽい顔をさせておいて本人にその気がないなどと平気で口にできるとは。兄上は僕年人と言われても反論できませんね。ハミード、いい加減にしておけよ。俺を誰だと思っている。何を弱気になっておられるのやら、まるっきり兄上らしくない。俺が兄上ならこの際大尉が男か女かなど気にしませんね。それは嘘だ。お前は俺なんかよりよほど厳格に神の教えを守る男ではないか。第三者の立場だからそんな柄にもない寛容なセリフが吐けるんだ。当事者になればそう簡単には行動できなくなる。違うか。おっしゃる通り、俺は敬虔な信者のつもりです。しかしだからといってガチガチの戒律主義者ではない。それは兄上もご存知のはずだ。時には教えより大事なことに出くわす場合もあるでしょう。兄上と大尉には休暇が必要なのではないかと思います。余計なことは考えず二人きりで過ごせる環境を作ってみられては。大尉もきっと喜ぶのではないですか。ついでに俺にも大尉に無礼を働いた償いをさせていただければ助かりますよ。そうだな、そうしてみるか。お前の言うことにも一理ある。公務はハミードに任せておけば間違いはないだろう。もうあとどれくらいアキナリを俺の元に引き留めておけるのかわからない。アキナリと一緒の時間をできるだけ悔いのないように過ごしたい。殿下。アキナリ、起きたのか。はい、いらっしゃっていたとは気づかずに失礼いたしました。君は何も謝る必要はない。ましてここにいることに恩や遠慮を感じる必要もない。謝罪をして許しを請わなくてはならないのは我々の方だ。
新たな証拠が出た件、ハミードから聞いたはずだ。はい。昼間はハミードが無礼を働いて悪かったな。いいえ、そんな。アキナリ、一つ提案があるんだが、俺とスイスに行かないか。スイスですか。レマン湖のほとりに別荘を持っている。ちょうど今自分はチューリップが見頃だ。いい気晴らしになるだろう。ですが、私はシャティーラから出られないはずです。俺と一緒なら問題ない。その代わり俺のそばを離れないと約束してくれ。それはもちろん約束します。でも本当にそんなことまでしていただいて大丈夫なのですか？ご迷惑になりませんか？君は俺を見くびっているぞ。もっと頼りにしてくれても良さそうなものなのにな。もしかすると俺は嫌われているのか？まさか。心外です。私が殿下を嫌うはずがありません。そうだな。君は誰のことも嫌わない心の広い人だ。君を置いていき犯罪者に仕立てようとしたザビアの連中も、取り調べで君をひどく責めた弟も、体を調べて秘密を暴き傷までつけた俺のことも、いっそ心配になるほどだ。心配ですか？ああ。誰かがついていないとどんな不幸でも許して耐えるばかりなのではないかと、とても心配だ。そうでもないですよ。私はそこまで達観していません。それどころかないものねだりの欲望だらけで自分が嫌になるばかりです。殿下は私をいいようにお間違いです。君のないものねだりとは何だ？ぜひ教えてほしいものだ。それは分かった。無理しなくていい。吐きなり。明日朝食の後だと。プライベートな忍びの旅行だ。はい。すごい別荘をお持ちなんですね。お城ですか？ああ、貴族の末裔から買い取ったものだ。せっかくだから少し歩こう。はい。湖畔のお城なんて素敵ですね。中世のものなのですか？もともとは13世紀に建てられたものだ。15世紀に改装されたらしく、それを基本的に当時のまま使っている。地下には貯蔵庫も牢獄もあれば、緊急時に湖から逃げるための地下道まである。後で案内しよう。はい、楽しみです。そんなに急ぐと転ぶぞ。もっとゆっくりだ、アキナリ。何も急ぐ必要はない。ゆっくり、いろいろな君をここで見せてくれ。天下、朝から慌ただしかったからな。ようやくゆっくりお茶が飲めるというものだ。天気がいいから窓を開けてみたが、寒くないか？はい、大丈夫です。部屋はどうだった？レマン湖が見下ろせてとても素晴らしいです。バスルームも気持ちが良くて、ついゆっくりしすぎてしまいました。身支度に時間をかけられることには慣れている。アキナリ。はい。もう俺は自分の本心をごまかす気がうせた。
本当はもっと違うことがしたいのに、つい紳士ぶってしまう。欺瞞だらけの自分に嫌気がさす。殿下。秋成、愛している。俺は君のすべてを愛している。愛している。かつて私にそんなことを言ってくれたのは両親だけだった。両親が亡くなった後の私は誰からも疎んじられ、敬遠されるばかりだった。まるで私の秘密を知っているかのように、普通に受け入れてもらうことさえ諦めていたのに、こんなに高貴なお方からそんな言葉をもらえるなんて。嫌か、俺が君に触れるのは。そんなことあるはずない。けれど、君が男でも女でも構わない。俺にとって大事なのは君が君であることだけだ。もう抗えない。これ以上焦らすようなことは自分の気持ちにも不実だ。どうか殿下のお望みのままに私をお扱いください。それは確かに君自身の望みか、義理や同情ではなく。はい、私もあなたが好きです。お言葉、嬉しすぎて半信半疑で戸惑っています。秋成。疑わせない、俺は本気だ。殿下。秋成、殿下はなしだ。俺のことはイズディハールと呼べ。はい。君は何も考えなくていい。精一杯優しくする。あのイズディハール、私は君といると俺はこらえ性のない欲張りな男になり下がる。これがわかるか。君のせいだぞ。責任取ってくれるな、秋成。はい。こちらへ。レマン湖の別荘には4日間滞在し、侍従も側近も女官もいない空間で、イズディハールと私はほとんどの時間をベッドで過ごした。5日目、シャティーラの屋敷に戻った日の夜、晩餐を一緒にと押しかけてきたハミード殿下は、身も心も満たされた私の変化に早速気づき、始終楽しげに私たちをからかった。どうやらお二人はやっといい関係になって密の日々を過ごしてきたようだな。大尉は一段と色気が増して当てられそうだよ。よさないか、ハミード。まったく、お前は食事中に。これは失礼しました。ところでその後の詳細は。それがハミード殿下にからかわれるのも仕方ない。この5日間で私は身も心もすっかり変わってしまったのだから。イズディハールに何度も抱かれ、その度にみだらに欲張りになっていく。幸せすぎて、そして怖い。このままイズディハールなしではいられなくなってしまったらどうしたらいいのか。彼はいずれ王位を継ぐ高貴な身分で、私とのことは一時的な気まぐれでしかない。それは十分に分かっている。分かっているつもりだけれど。マスードを警戒し、要所要所に検問所を設けさせていたところ、昨日思わぬ男が引っかかったというわけです。それが反政府主義者たちのリーダー、クタイバ・ハキームだったというわけか。
また思いがけない大物が網にかかったものだな。まったくです。俺も最初に報告を受けた時には耳を疑いましたよ。あまりにもできすぎて話したと思いまして。3年前の暴動もクタイバが深く関わっていたと聞くが、あの時は反政府の一味が罪もない一般市民を人質に立てこもり、警官隊と銃撃戦を繰り広げた挙句30人余りが死傷した。ええ、ですからクタイバもいよいよ年貢の納め時です。おそらく裁判で死刑が求刑され、少なくとも無期懲役以上の刑の確定は固いでしょう。確かにあの男はやりすぎた。マスードのテロの方はまだ片がついておりませんが、そちらも早急に事実関係を明るみに出してみせますよ。ああ頼む。旦那様、国王陛下からのお電話が。いかがなさいますか？書斎で受ける。回してくれ。かしこまりました。アキナリ、悪いな、すぐ戻る。ハミード、くれぐれも余計な言動は慎めよ。兄上も本当に心配性であらせられる。そうは思わないか？いや、君に関することだけ特別心が穏やかでないというのが本当のところだろうな。どうやら兄上に女にしてもらったようだな、タイ。私はもうタイではありません。君は不思議な人だね。強いのか弱いのかさっぱりわからない。少なくとも体を許した相手には従順になるのかな。さあどうでしょうか。兄上はそのうち君を側室にと言い出すやもしれないな。まさかそんな、ありえません。なぜ？それは周囲が認めるはずがないからです。私もお受けいたしません。意外だな。君はてっきり兄上のそばに居続けるつもりかと思っていた。今の君にはそれが最も簡単で優雅で恵まれた選択だろう。少なくとも俺は反対するつもりはなかった。おそらく兄上は今頃このことで陛下を説得している最中だろうよ。では先ほどのお電話というのは？今日の午後、俺のところに陛下から相談があった。旅行に行くよう兄上を焚きつけたのは俺だが、陛下も兄上の今回のプライベート旅行を重く見ておられ、本当のところはどうなっているのかと探りを入れてこられた。陛下はきっと反対なされます。どうだろうな。第一、殿下はお忘れのようですが、私は男です。兄上が好きならこの先の人生を女として生きればいいことだ。君にはその選択肢がまだ残されている。簡単におっしゃいますね。でもそんなことできるわけありません。だったら今すぐここから出ていくんだな、アキナリ。二度と兄上の前に姿を現すな。兄上が君を一刻も早く忘れられるよう協力しろ。天下、いいか、はっきり言ってやる。君がもし兄上のそばにいたいなら選べる道は一つだけだ。女になって皇太子殿下の愛人として生きろ。それなら俺も賛成して陛下に取りなしてやる。おそらく兄上も君をどうしても得たければ同じように考えるだろう。皇太子殿下である以上、兄上には妃を迎えて世継ぎの子供を作る義務がある。それさえ果たせば兄上がプライベートでどれだけ愛人を寵愛しても誰も問題にしない。それは分かっている。十分に。女になるか二度と会わないか。おい、大丈夫か？すみません、大丈夫です。顔色が真っ青だ。俺は別に君を否定しているわけじゃない。
国と兄上を思う気持ちが強いだけだ。何より君にとっても俺の言っている通りにするのが一番の幸せではないかと考えてのことだ。言い方が冷酷すぎたのは謝る。殿下のお気持ちは重々承知しております。誰か呼ぼう。君は少し部屋で横になった方が良さそうだ。でしたらどうかズフラを呼んでください。君付きの女官なら分かった。どうした飽きない。何があったんだハミード。お前また違います。イズディハール、私が勝手に気分を悪くしただけです。殿下は関係ありません。飽きなり熱がある。きっと旅の疲れが今になって出たのです。ああそうかもしれないな。ズフラ。はい殿下。飽きなりを部屋で寝かせてやってくれ。それからドクターを至急来させるように。かしこまりました。さあ飽きなり様。ありがとう。飽きなり、俺はこれから王宮に出向かなければならなくなった。帰りは何時になるかはっきりしない。私のことはご心配には及びません。なるべく早く戻るようにする。君はベッドで安静にしているんだ。いいな。そうします。参りましょう。さっきの話は気にしないでくれ明成。分かっております。お具合はいかがですか明成様。横になられては。大丈夫です。だいぶ良くなりました。ドクターも必要ありません。それでは以前ドクターが処方してくださった解熱剤だけでもご服用くださいませ。どうぞ。ではグラスを。ありがとう。もう下がってもらって結構です。かしこまりました。イズディハール、ハミード殿下と兄弟喧嘩などしてなければいいけれど、いやイズディハールには口論している時間などなかったはず。こんな夜更けから王宮に出かけると言っていた。考えても仕方ない。少し本でも読もう。あれ、急に眠気がおかしい。こんな、あの薬ズーラ、あ、思い出した。あの廊下でぶつかった黒いヒジャブの女性、あれはズフラだ。初めて会った時どこかで見たような気がしたけれど、どうして今頃。イズディ、一体何の目的でこんな。お帰りなさいませ旦那様。ああただいま。お部屋にお茶でもお持ちしましょうか。いい。お前ももう休め。かしこまりました。陛下との話し合いは堂々巡りするばかりで拉致が開かなかった。だがそれでも明成を失うわけにはいかない。どんな条件を飲んででも陛下の理解を得て正々堂々と明成を迎え入れたい。明成の熱は下がっただろうか。
もう起きてはいないだろうが、寝顔だけでも。あきなり、おかしい、あきなりがいない。ベッドにも横になった形跡がない。一体どういうわけだ。ズフラ、ズフラ、どうしたというんだ。なぜズフラは来ない。どうなさいましたか旦那様。アキナリはどこだ。ズフラもいないぞ。これはどういうことだ。まさかそのような。ドクターはアキナリを診察に来たのか。はい、ただ今夜お見えになったのはいつものドクターではなく臨時の方でした。いつものドクターは休館のオペの最中だとのことで。臨時だと。看護師は何人連れてきていた。いつものようにお二方でございました。秋成様のお部屋に30分ほどおられまして、お帰りの際には私が玄関までお見送りしました。怪しいな。すぐにハミードを呼べ。それから泊まり込みの者を全員起こして邸内をくまなく捜索させてくれ。ズフラの部屋を真っ先に調べろ。かしこまりました。兄上、アキナリがいなくなったとは本当ですか。何か心当たりは。申し訳ありません。まさかとは思うのですが、兄上のために女になる気がないなら即刻ここから出ていくようにと。そんな馬鹿げたことをアキナリに言ったのか。我慢ならなかったのです。彼が兄上の愛情を無下にするのが。お前はひどい勘違いをしている。俺はアキナリに女であってほしいわけではない。アキナリを男だと捉えた上で、この先一生彼以外の人は愛さないと心に決めたんだ。お言葉を返すようですが、それはあまりに現実を無視した兄上らしからぬご発言ではありませんか。いくら何でも。旦那様、お話中のところ申し訳ございません。どうした、何か分かったか。ズフラの部屋を調べましたところ、このようなものが出てまいりました。ポケットチーフ。はい、ちょっと見せてくれ。やはり間違いない。これは反政府主義の連中が集会を開く際メンバーの証として身につけるものだ。ここに個人の識別番号とトカゲのマークが刺繍してある。反政府主義。まさかクタイバか。ズフラはグループの仲間だったようですね。身元のしっかりした両家出身の娘で、働きぶりも忠実だったから信用しきっていた。俺としたことが。こうしてはいられない。兄上、アキナリは連中にさらわれたと見て間違いないようだ。アキナリを人質に留置所に収監されているクタイバの解放を要求するつもりでしょう。くそ、なんということだ。やはり臨時のドクターというのは偽物だな。ズフラはドクターでなく仲間を呼び寄せたのだ。そして診察と称した30分の間に緊急避難用の地下通路からアキナリを外に連れ出したのだろう。ズフラの手引きがあれば可能だ。兄上、例のものアキナリはまだ身につけていますか。そうだ、発信機があったな。あれがあればアキナリの場所を特定できます。兄上、軍務司令本部へ急ぎましょう。発信機が示しているのはムドゥアラ通りのこの家です。これがマドリズです。地下があるところから本来は商用施設として作られたもののようです。おそらくローウェル元大尉はこの地下に閉じ込められているのではないかと思われます。連中から何か連絡は来たか。いえ、今のところまだ入ってきておりません。ですが時間の問題でしょう。人質を盾にして警察に要求を突きつけてくるとみて間違いありません。その前に一刻も早く救出してくれ。承知しております。殿下、どうぞ我々にお任せくださいませ。ご心配には及びません。緊急報告。午前7時5分、反政府組織と名乗る男から通告。録音した声を流す。こちらは反政府組織赤いトカゲだ。我々は皇太子の保護下にあった外国人の男の身柄を預かった。
人質を無事解放してほしければクタイバ・ハキームを釈放しろ。繰り返す。我々の要求はクタイバ・ハキームの釈放である。本日正午までに要求を飲まなければ人質の無事は保証しない。でか、こちらへ。ハミード、アキナリの命が。お気を確かに。あんなものは単なる脅しです。アキナリは我々が必ず救い出しますよ。救出作戦もほぼできています。ハミード、俺も行く。バカなことをおっしゃらないでください。絶対に行かせません。あなたはご自分をどなただとお思いなのか。ただの人ではないのですよ。いい加減元の兄上に戻ってください。俺は俺のままだ。だが、アキナリを知らなかった頃の俺にはもう戻れない。俺はアキナリと一緒になる。皇太子の座は降りる。兄上、愛人ではダメなのですか。ああ、俺はお前に託したい。お前に甘えているのは重々承知だ。お前がいるから俺はこんな無茶な決意ができた。たかが一人のために兄上は全てをお捨てになると。呆れたものだ。俺には到底理解できない。アキナリを憎みそうですよ。俺もずっとわからなかった。だからお前に理解できないのは無理もない話だ。誰かを好きになってみたら、多分俺の気持ちがどんなものかお前にも分かるようになる。分かりたくもない。とにかく俺はアキナリを助けに行く。止めても無駄だ。お待ちください兄上。そこまでおっしゃるならもう止めません。ハミード、今すぐ特殊警備隊の制服を用意させます。それを着て警官たちの中に紛れてください。くれぐれも皇太子殿下とバレないようにお願いします。もちろん会議室にいる面々にも内緒です。知られれば絶対ここから一歩も外に出られなくされるのは目に見えている。そうでしょう。ああ、お前の言う通りだ。もう兄上には負けました。今後のことは改めてご相談させていただくとして、まずは秋成の救出を成功させなくてはなりません。会議室に戻りましょう。そろそろ作戦行動が決まっている頃です。あ、ハミード、顔つきが一瞬で変わった。人の上に立つ者の顔だ。おそらくハミードの中に一つの決意が芽生えたのだ。あら、起きていたの。ズーフラ。鍵を私から奪って逃げてもいいけど、ここは地下で、上の階には仲間たちが大勢いるから、あまりバカなことは考えない方がいいわ。食事よ。殿下のお屋敷で、毎日あなたが口にしていたものとは、まるで比べ物にならないだろうけど、何も食べさせてもらえないよりマシだと思いなさい。ズーフラ、君は。心配することはないわ。殿下のあなたに対する情けのかけようは尋常じゃなかった。きっと我々のリーダーを自由の身にするのと引き換えにあなたを助けてくれるでしょうよ。君の言うリーダーというのはもしかして。クタイバ・ハキームよ。やはりズフラは反政府組織のもの。ホテルでぶつかった時はおそらく待機室内の様子に聞き耳を立てていたのだろう。我々の行動を探っていたんだ。私たちは何としてもリーダーを取り戻すわ。無駄だと思います。私はそもそも2週間ほど前に起きたテロ事件に関与した疑いで軍部の監視下にあった外国人です。そんな人間のためにこれまで何十人という死傷者を出してきたクタイバを釈放するはずがない。ふん、
ずいぶん冷静なのね。さすがは元コノエの軍人さん。殿下に毎晩キスされてみだらな声を上げているうちに、てっきり意識的には完全な女になったのかと思っていたけれど、そうでもなかったみたいね。殿下は滑稽なほどあなたにのぼせてらしたから、きっとクタイバを自由にするわ。イズディハール殿下の一言は、国を動かすと言われているけど、大げさでも何でもない。殿下は国民に絶大な人気があるのだけど、それもきっと今日で終わるでしょうね。正式な結婚もしないうちから外国人の愛人にベタぼれした挙句、せっかく捕らえた反政府主義のリーダーをみすみす解放する。我々は満足だけど、国民の間では大いなる非難が渦巻くんじゃないかしら。殿下の人気は急落し、王室は権威を喪失するわね。一石二鳥とはまさにこのことよ。殿下は思慮深く公正な方です。黙って君たちの言いなりになるはずがない。助けを待つつもり？それこそ無駄よ。国元の正午まであと4時間しかない。それまでにこの場所を割り出すだけの情報を警察や軍部は持ってないの。諦めるのね。胸のピアスは外されていない。この発信機は本来は私の行動を監視するためのものだろうが、まさかこんなところで役に立つとは。おそらくイズディハールたちはすでにここを特定しているはずだ。でも大丈夫よ。今頃殿下は総白になって関係各所のトップを集めた会議でもしているわ。あなたの無残な亡骸を見たくはないでしょうからね。何この音。ヘリコプターだ。軍用ではなくもっと小型のもの。警察が威嚇のために飛ばしているのか、それとも無関係なテレビ局か何かがたまたま通りかかっただけか。何なの一体。とにかく食事をしよう。食べておかなければいざという時力が出ない。まただ。一体上で何が起こっているんだ。イズディハール、どうか無茶はしないで。私なんかのために自分自身を危うくするような真似だけは。救助が来た。誰かいるのか。ここから出してくれ。誰か。煙、火事か。いや違う、これは催涙弾の煙だ。換気口を通して入ってきたのか。このままでは目と喉をやられてしまう。そうだ、食事で出された水、シーツを濡らして鼻と口に当てれば。誰か。アキナリだな。イズディハール。来てくれた、イズディハール。こんな無茶をして。アキナリ、イズディハール。よかった、無事でよかった。アキナリ殿下、申し訳ありませんがお急ぎください。ここは危険です。分かっている。アキナリ、立てるか。はい。アキナリ、君も一応銃を持て。ベレッタだ、もちろん扱えるな。はい。上はまだ制圧されていない。
銃を持って抵抗している連中が何人かいるようだ。気をつけろ。はい。よし、行くぞ。大丈夫、味方だ。大将は無事だったらしいな。ああ、1階にいた連中は取り押さえたのか。さっきな。あとは2階で抵抗している奴らだけだ。ここはいいから、早く大将を外へ連れて行け。分かった、あとは任せる。玄関ホールは吹き抜けになってるから気をつけろよ。2階から狙われかねない。分かってる。飽きない、我々は正面から外に出る。こっちだ。玄関ホールに入ります。身を低くしてください。待ちなさい。危ない。アキナリさん、イズディハル。大丈夫だ。今そちらに。動かないで。おい、やめろ。無駄だ、もうお前一人だぞ。あんたたち、そこから一歩でも近づいたらあそこにいる人質を撃つわよ。どこに隠れていやがったんだこの女。ズフラ、動かないでと言ったでしょ。やめるんだズフラ。イズディハール、自分に注意を向ける気だ。その間に俺だズフラ。俺がわからないのか。撃つならアキナリではなく俺を撃て。誰、ゆっくりとサングラスを外しなさい。チャンスは多分一度きりだ。外すからよく見ろゼフラ。今だ。あ、確保しろ。よくやったアキナリ。ヒジャブだけを狙って撃つとは噂通り素晴らしい腕前だ。君は度胸がいい。 あなたは大丈夫なのですか。ああ、撃たれたかと思ったが幸運にも当たらなかった。幸運の一言で済むことではありません。あなたは少しもご自分がどなたなのかわきまえていない。最低です。アキナリ、アキナリ、そんなに大きな声を出すと警備隊員に気づかれてしまうぞ。続きは後でゆっくり聞く。まったく、あなたという人は。今心が決まった。私はこれから先の人生をどんな形であってもイズディハールに捧げる。もう迷いはない、ほんのわずかも。兄上、改めて礼を言う。ありがとう、ハミード。そんなことより、これから陛下に謁見ですか。ああ、この騒動の顛末をお話ししなくては。やはりお怒りか。ええ、それはもう。俺は引かない。そうですか。兄上、条件があります。なんだ。不本意ではありますが、兄上がそこまで本気でいらっしゃるのなら仕方がない。お力添えします。その代わり、今後国民の激しい不満と怒りを陛下ともども追う羽目になる俺を少しでも慰めるためと思ってお聞き届けください。国民は別にお前が次期国王の座に就いたとしても不満や怒りは表さないだろう。お前はそれだけの器だ。それはともかくとして、俺は大切な兄上を明成に独り占めされる腹いせに、お二人に結婚式を挙げていただくよう求めます。結婚式。親族たちだけ集めた内輪のお式と披露宴で結構です。ただし明成には花嫁にふさわしい衣装を着てもらいます。そして明成は体が弱いため子供を作ることができず、他に愛人を持つことも考えられないので皇太子の座を降りるのだと、対外的に兄上ご自身の口からご説明ください。それは
秋成が何というかだな。秋成が本当に兄上を愛しているなら否とは言わないはずだ。今日帰宅なさったら秋成に聞いてご覧になるといい。きっと秋成は受け入れますよ。悔しいが秋成も兄上に心底惚れているようですからね。そうだろうか。これが俺にできる最大級の譲歩です。俺は兄上に王室から離脱してほしくない。だから陛下にもこの条件を申し上げて説得し、先ほど何とかご理解いただきました。何？今何と言った？さっきお前は陛下はお怒りだと言ってたではないか。お怒りでしたよ、すこぶるね。俺との話がつくまではですが、俺はお前に感謝すべきなんだろうな、ハミード。おかげで今晩もまた遅くまで陛下と口論して虚しい思いをせずに済んだわけだ。ええ、ぜひ感謝してください。今夜もまた秋成と充実した時間をお過ごしになれるのですからね。ハミード、このことは一生恩に着る。大げさですよ、殿下。イズディハール、早かったんですね。今日は王宮での事後処理で遅くなるかと思っていました。陛下とのお話が思ったより早く済んだのでね。君とテラスでお茶がしたくなった。そうですか。実は君に話がある。はい、何でしょうか。ようやく、これでようやく胸の内を秋成に伝えることができる。何もかもハミードのおかげだ。秋成。はい。秋成、俺と一緒になってくれないか。君を愛している。それはどうかためらわずに返事を聞かせてくれ。分かっているとは思うが、これはプロポーズだ。俺は君が男でも女でも構わない。結婚してほしい。イズディハール、涙とは君らしい返事だ。イズディハール・ビン・ハマド・アル・ハスイ、あなたはここにいるアキナリ・エリス・ケー・ローウェルを生涯の伴侶としますか。はい、伴侶とします。アキナリ・エリス・ケー・ローウェル、あなたはここにいるイズディハール・ビン・ハマド・アル・ハスイブを生涯の伴侶としますか。はい、はい、伴侶とします。改めまして、この度はおめでとうございます。ああ、ありがとう。綺麗ですね、秋成。さっき、わしらで皆が羨ましがっていましたよ。秋成が病弱だというのもすんなり納得したみたいで、それでも兄上が唯一無二の相手として話せないほどに愛している気持ちはわかると力説していました。今日は秋成のことはエリスと呼ぶのではなかったのか、ハミード。そうでした、つい。それにしても意外でしたよ。皆もっと兄上の皇太子退位に異を唱えるかと思っていました。
明成のことを踏まえた上でも他にやりようがある。早まるなと説得にかかるのではないかと踏んでいたのですがね。お前がいるからだ。決まっているだろう。どうなんですかね。みんな後悔しなければいいと願うばかりですよ。表には立てないが、俺も陰ながら力になれればと思っている。心強い限りです。殿下、お一つ秘殿下とダンスをご披露願えませんか。参ったな。いいではないですか。一曲だけ。皆お二人が連れ添い抱き合っているところが見たいのですよ。俺も見たいです。明成。はい。何を踊ろうか。ソシアルなら一通り。でも女性のステップが踏めるかどうか自信ありません。ならワルツだ。君は俺のリードに従って足を動かせばいい。くれぐれも裾を踏んだりかかとに引っ掛けたりしてつまずかないようにだけ気をつけろ。はい。ワルツを。大丈夫か。疲れただろう。大丈夫です。親族の方々にこんなに祝福していただけてとても嬉しく思います。俺も正直驚いている。これほど温かく見守ってもらえるとは思わなかった。陛下もあれだけ反対されていたのに、君と実際に会って話をしたらたちまち態度を和らげられたしな。陛下もお妃様もとてもお心が広くていらっしゃいます。ですから私のようなものでも受け入れてくださって。いや、俺を一目で虜にした時のように、君の持つ特別な魅力が皆の気持ちをも掴んだのだろう。まさか。あなたは私を買いかぶりすぎです。君はもう少し自信を持つべきだ。え？明成には間違いなく人の心を引きつける魅力が備わっている。しかし心のすさんだ者にとっては彼の持つ清廉さは毒だ。己の汚れた部分を嫌おうなしに突きつけられ、攻撃的な気持ちにさせられてしまうのだろう。多分明成は今までそういう者たちの中でしか過ごしてこなかった。だがこれからは違う。今日は本当に長くて幸せな一日だった。これから先イズディハールという伴侶がずっとそばにいてくれるなんて幸せすぎて心配になるくらいだ。イズディハール・ビン・ハマド・アル・ハスイブ、私の半身。おやすみ、明成。良い夢を見られるよ。愛しています、イズディハール。सजवीला दिल खुश नवऱ्याचा मंडप फुलांनी सजवीला।
वरदेवाज गोहल दीला बैसेला नवरदेव गोवाज हल दीला दिल खुश नवऱ्याचा मंडप फुलानी सजविला दिल खुश नवऱ्याचा मंडप फुलानी सजविला मानसी बहीन जावई महेंद्र पाहुणे आईलत घराला नागवेली पानाचा विडाग देऊनी गोठे विला नागवेली पानाचा विडाग देऊनी गोठे विला दिल खुश नवऱ्याचा मंडप फुलानी सजविला दिल खुश नवऱ्याचा मंडप फुलानी सजविला चहल दिला उत्कर्ष भाचा मित्र हे जमले पालघर मांडविया गावाला पालघर मांडविया गावाला पालघर मांडविया गावाला करुण नवरा बसलाय नांदाला मोयाग करुण नवरा बसलाय नांदाला दिल खुश नवऱ्याचा मंडप फुलानी सजविला दिल खुश नवऱ्याचा मंडप फुलानी सजविला करंदोले तुझा करंद काला फुल पांढरा करंदोले तुझा करंद काला फुल पांढरा दिल खुश नवऱ्याचा मंडप फुलानी सजविला दिल खुश नवऱ्याचा मंडप फुलानी सजविला देऊनी मान दिला गोकुल देवाला पहिली पत्रिका देऊनी मान दिला गोकुल देवाला सारा गाव लोक जमलाई गो दीपाली ताईचे हल दिला सारा गाव लोक जमलाई गो दीपाली ताईचे हल दिला जमलाई गो दीपाली साई से हल दिला
लोक जमलाई गो दीपाली ताई से अलदीला सारा गाँव लोक जमलाई गो दीपाली ताई से अलदीला पत्रिका देऊनी मान दिला गो कुल देवाला पहिली पत्रिका देऊनी मान दिला गो कुल देवाला सारा गाव लोक जमलाई गो दीपाली ताई से अलदीला सारा गाव लोक जमलाई गो दीपाली ताई से अलदीला Thank you.
Thank you.
ー